どうも、ホニーです。今日も初期実況やっていきましょうということで、お相手の方はどうでしょうか。2段の方で、嬉しの理由が得意な方です。よろしくお願いします。ということで、皆さん、私ですね、最近、転職をしまして、はい、ちょっとバタバタしておりまして、動画が上げれなかったんですけれども、申し訳ございません。人生でね、転職って、ある方とない方はいると思うんですけども、やっぱりですね、新しい職場始まったらですね、やっぱり気を使いますね。これはね、ファニー、いかにファニーといえども、やっぱり初めて会う方には気を使ってしまいますね。やっぱ嬉しの理由できましたね、これ。これ、飛車はどうだ？飛車どうだって。飛車が、なんか、何回かおかしなところに行きましたが、やっぱ銀が上がってくるんですね。これね、いつも迷うんですけど、ここは受けといて、角道がね、閉じてしまってるんで、自分はこじ開けていくスタイルで行こうかなと。なので、左側でね、戦いが起こるので、自分はそれを無視して、右側で戦っていくみたいな。嬉しの理由には、左は上げるから右はくれ、みたいな感じでやります。これは一回ついて、飛車先軽くしといてから行きますか。うん。取るなら、角成り、同玉で、王手銀取りがかかるんじゃないですかね。まあ、言っても、角合わせてきたらこっちも香車取られたりするんで、微妙な感じですか？銀取った手がね、なんか微妙なんですけど、あれ？これで銀得取って？お相手の方は角合わせてこなかったですね。これも取っちゃって。うん。もうさばけば、なんか勝てそうな形になりましたね。こっちは美濃囲いが残ってるんで、これもね、取るかどうか、どこまで付き合うかが悩みどこですが、渡っていきますか。うん。これでね、次、あ、角。これはもう、さばきますか。飛車角交換でも、陣形よしと見て、駒がさばければ、いい感じになるんじゃないかなと思います。はい。これで、まあ、飛車取ってきたら同金でしょうがないかなっていうので、これはもう、飛車で取りに行って、金取りに当たるのと、まあ、なんですかね、飛車なりが見えてるかなと思ったんで、これはもう横にスライディングして、角取りを、まあ、受けてくる、まあ、角なるぐらいですか。そしたらもう飛車でこれなっちゃっていいんじゃないかなと思います。なって、同角が、もう次の一手詰めなんで、受けるしかなくて、ね、これで切るかどうか迷うな。でも、まあ、ちょっと一回待ちますか。これさすがに切ったら金銀しかなくて、すっぽ抜けた時は怖いんで、一回逃げといて、次に張り付くみたいな感じのイメージで、ああ、飛車をね、通してくると。これで金で、これも一応、詰めるとはなかったんですけど、これで飛車が手に入ったんで、次は飛車を下ろしたい。角。これは一回逃げとかないといけないですね。王手なんで。で、次なんかやったら、4一飛車。かな。うん。4一飛車なりも、4一飛車も2一竜からの詰めろなので、まあいいんじゃないかなと思いますが。あ、角ね。これは横に逃げときますか。さすがにね、金渡すと相手の受けにね、効いてしまうので、あんまり金は渡したくない駒ですね。ここで下ろしますか。次の2一飛車なりまでの詰めろと金取り。で、角取りは受けてこないんで、桂で、合駒。これ何にも当たってないんで、何取りにも当たってないんで、貸しときますか。駒を足して、いけばいつかは受けがなくなってくるんじゃないかなと思います。これで、馬、作ってきた。この馬の道がちょっと厄介なんで、三三歩と塞ぎますか。三三歩で、まあ、同馬なら、馬取りますか。飛車。これは？これはもう銀取って、同玉に、飛車なれば、四二に飛車になった手が、今打った三三の歩が、いて、相利かずで、これは詰んでるんじゃないでしょうか。これ相利かずですね。取れないですよね。これでも同竜で詰んでるんじゃないですか。いやー、やったよー。ありがとうございます。勝てたよー。危ない。最後ね、もうなんか、張り付きまくりでしたけれども、はい、勝てました。で、終わった方で飛車がね、ちょっとね、生存してしまったんですけど、こっちも、右側ね、攻めてって、左対右みたいな戦いになりましたが、ここでうっかりしたのかな、この銀取りを。うん。で、駒をぶつけていって、さばければ、まあいいかなと。ここまで陣形の差でね、飛車をね、捨てていったんですけど、これもね、同馬と取るか迷いましたが、まあ取った方がよかったのかな。うん、結果的には、どうなったんだろうね。で、これで、金も渡さないようにして、飛車を乗せて、で、足していったんですね、最後。で、ここで飛車合いをしてきたんですが、飛車で受けてきたんですが、飛車がね、受けに効かない形だったので、これで、合い利かずで、詰みになったと。うん、大駒だとね、受けがね、効きづらいですよね、飛車とか。まあ、角は馬になってるんでね、引きつければ強いんですけど、それが嫌だったんで、歩で閉じ込めたという感じでございますね。はい。いやー、無事ね、勝てました。はい。皆さん、春が過ぎて、いろんなね、新しい環境になった方もいらっしゃると思いますが、いかがお過ごしでございますでしょうか。はい。ファニーは、まあ、ちょっとバタバタしてましたが元気でございます。はい。じゃあこれからもご視聴よろしくお願いいたします。ファニーでございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。